ルイジ・ランツィは、イタリアの考古学者、美術師や、マチェラータ県のトレーヤで生まれた。司祭になる教育を受け、イエズス会に除外された。ローマで働いた後、1773年に、クレメンス14世の会直で、イエズス会が禁止された後、フィレンツェに移り、フィレンツェの美術館の学芸員に任じられ、フィレンツェにあった、クルス科学会の会長になった。 イタリアの絵画史やエトルリアの遺物や言語学を研究した。考古学に関する著作には、エトルリアの言語の研究、1789やイタリアの言語の研究がある。イタリア絵画史が代表的著作で、フィレンツェ、シエネ、ローマ、ナポリ派を扱った部分が1792年に発表され、残りの部分は1796年に発表された。 それまでの美術史が画家の伝記に焦点を当てたものだったのに対して、ランツィは文献を研究するとともに、イタリア中部、北部の教会や美術館を訪れ、画家の作品を研究した。イタリア美術の正規ルネサンスからバロックに移行する時代区分、マニエリスムは、ランツィが初めて用いた用語である。ありがとうございます。